シルベリーヒルはイングランドのカウンティであるウィルトシャーのエーブベリー近郊にある戦死時代の人口のチョークの塚である。ストーンヘンジ、エーブベリーと関連する遺跡群の一部として国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録されている。高さは39.3メートルでヨーロッパにおいて最も大きな戦士時代の人口の塚であり、 世界で最も大きな塚に数えられ、ギザのネクロポリスのいくつかの小型ピラミッドと同じぐらいの大きさとなる。シルベリーヒルは、エーブベリーの環状遺跡や、ウェストケネットロングバローなどがある、エーブベリー周辺の新石器時代の遺跡複合体の一部である。その本来の目的は未だ議論されている。ストーンヘンジやマーデンヘンジの広大な円形遺跡など、 イングリッシュヘリテージが保護するウィルトシャーにある他の重要な新石器時代のいくつかの遺跡は文化的あるいは機能的にエブベリーやシルベリーと関連があるとも考えられている。シルベリーヒルと幹線道路 A4 シルベリーヒル及びエブベリーの地域にある遺跡群、ウィンドミルヒルエブベリーベックハンプトンウエスト、ケネットシルベリーヒルウエスト、ケネットロングバローザサンクチュアリシルベリーヒル及び エーブベリー付近の新石器時代の遺跡群、シルベリーヒルは、ケネットバレーのオードナンスサーベー駅ジュングリッド SU10685 に位置する。マールボロとカルネの町との間の A4 付近にあり、ベックハンプトンとウェストケネット間の南を走る、ローマ街道の経路にも当たる。周辺では、ローマ時代の多くの断片が確認され、2007年には、 ローマ人の入植の痕跡も認められている。主に周辺地域から掘り出されたチョークで構築された、塚は高さ39.3メートルであり、基部面積約2.1ヘクタールに及んでいる。墳球はおよそ紀元前2400から2300年に、いくつかの段階を経て建設されており、塚の体積は九千百三十三立方メートルであり、 壮大な技術力及び長期的な労働力と資材の維持を示している。構築には推定で400万人時余りを費やしたとされる。紛球は円形で、基部の直径は167.6メートル円周500メートル余りである。頂上は平らで直径およそ30メートルとなる。当初小さな塚が構築され、その後段階的に拡大されていった。 噴球の基部の初期構造は完全な円形であり、測量の結果、平らな頂上の中心と噴球が示す円錐の中心は互いに1メートル以内に位置することが判明した。上部は本来丸みを帯びていたが、中世前期におそらく防御を目的とする構造物の基礎を備えるために平らにされたものと考えられる。初期に構築された中心部は砂利による 小規模でごく低い塚であった。その後、採石や土などが上層に加えられて直径35メートル内視36メートルの円墳が構築され、次の段階において周囲をめぐる溝が掘削されると、そこからの資材を用いて上層2丁区をさらに積み上げて塚を拡大させていった。塚の円水場の外層部は基部から上部にかけて、 螺旋をなしていたことが調査により示唆されている。シルバリーヒルにおいて、戦死時代の遺物はほとんど発見されておらず、その中心部は、チョークのほか粘土、角石、しわ土、砂利、苔、苔サルセン石、オーク、小枝、ハシワミ類、枝図の、カタツムリの殻、昆虫類などしか認められていない。ただし19世紀以来、ローマ時代及び中世の物品が、 敷地内とその周辺で発見されているとこから、遠球は後世に再び占有されていたものと考えられる。この遺跡は17世紀の考古家、ジョン・オーブリーにより初めて描かれ、その記録は1680から1682年の著書モヌメンタ・ブリタニカの形で出版された。オーブリーは馬に乗った王が埋葬されたという地元の伝承を記録している。その後、 ウィリアムス・チュークリーは1723年の頂上における植樹の際に遺骨と馬録が発見されたと記している。この塚の発掘は18世紀より少なくとも幾度かなされている。その発掘は1776年にノーサンバーランド公爵ヒューパーシーの支援によりエドワード・ドラックス大佐が監督するコーンウォールの 甲府の一団が頂上から縦湖を掘削したことに始まる。この発掘はこの塚を墳墓であろうと考えたことによる。この1776年の発掘について、エドワード・ドラックスが記した手紙が2010年、大英図書館で発見され、幅15センチメートル、深さ12メートルの垂直空洞について言及が認められた。ドラックスはそこで、 多くと思われる木の破片が見つかったことから、シルベリーヒルは多くの木内し、トーテムポールを保持していた可能性が示唆されるとしている。1849年には、ジョン・メルザーにより、トンネルが端から中央に水平に掘られた。その他掘りの発掘が、1866から1867年の、ウィルトシャー考古学、自然史教会及び1886年にも、 エーパスにより行われた。シルベリーヒルの構造として提唱された階層型、弾球とその後の螺旋構造を描いた画像第一次世界大戦後、1922年よりフリンダーズ・ピートリーが紛糾を調査した。その後、1968から1970年にはリチャード・ J.C. アトキンソン教授が BBC テレビで放送されたシルベリーヒルの研究に取り組んだ。 この発掘調査により、シルベリーヒルの始まりを8月初旬であることを示唆する、ハーリの死骸など、この遺跡について知られる多くの環境的証拠が明らかになった。アトキンソンはその場所に多くの溝を掘り、1849年のメリューザーによる水平トンネルの使用を再開した。そこでアトキンソンは新石器時代の紀元前3000年期の年代を示唆する資料を発見したが、 その放射性炭素年代測定はいずれも現代の基準では信頼できるものとはみなされていない。アトキンソンは、基層の炭素14年代は、当初の構築年代として、紀元前2750年ぐらいを示していると報告した。また、紛糾は段階的に建設されて、各階層が膨大なチョークで埋められ、その後、滑らかにされたか風化により、斜面になったと唱えた。 2000年5月下旬の大雨の後、1776年の発掘における縦坑の崩壊により、円球の頂上に穴が形成された。イングリッシュヘリテージは、以前の発掘により引き起こされた被害を確認し、噴球の安定度を判定するために、噴球の地震探査を実施し、2001年8月に一時的な修復が行われた。この修復作業の中で、 イングリッシュヘリテッジは、頂上において2つのさらなる小さな溝を発掘し、枝角の破片という、この遺跡において、かっこたる考古学的コンテクストにおける最初の重要な発見がなされた。およそ紀元前2490から2340年の放射性炭素年代は、塚の第二段階の年代が、後期新石器時代とすることに説得力を持つ。 2007年5月11日より建設業者スカンスカはイングリッシュヘリテージの葬式のもとに大規模な保全計画を開始し以前の調査のトンネル及び縦工を1465メトリックトンの資材によりチョークで埋めた同時に最新の設備と技術を使用して新しい考古学的調査が実施された2007から2008年の保全作業に続いて シルベリーヒルがその時代に築かれた唯一の塚と言えるか、あるいは戦死時代として知られていない他の類似の塚があるのかという問いが提起された。有力な候補の一つは、同じくケーネット川の下流、シルベリーヒルの東 8.3km のマールボロカレッジの敷地内にあるマールボロマウンドとされた。その塚は高さ 18m で、シルベリーヒルの高さの半分である。 マールボロマウンドが中世の要塞に使用されていたという考古学的、記録的資料により、ノルマン人のモット城塞として構築されたと考えられていた。しかし、1821年にはすでに塚の年代は、戦死時代であろうとも言われ、後にシルベリーヒルとも比較されていた。ジムリア・ディーラの考古学者チームにより、マールボロマウンドの中心部からの資料の分析が、 進められると、塚の直下から得た木炭は、紀元前3000年期後半の時代を示し、シルベリーヒルと、ほぼ同時代の構築が示唆された。もう一つは、シルベリーヒルの南 10km のマーデンヘンジにある、ハットフィールドバローとして知られる遺構であり、19世紀には、ほぼ平らになっているが、高さ 15m の塚であったと言われ、紀元前3000年期半ばに構築されたことが示唆。 されている。その他類似するものと思われる塚の調査が2015年に開始され、イングランド全土のモットから20カ所の塚が中心部の資料の採取と詳細な調査を行うのために選定され、2017年後半までにそれらの調査が完了した。放射性炭素年代測定などの結果、70%は中世に構築されたものであることが判明し、 戦史時代ものも認められたが、シルベリーヒルの時代に遡るものはなかった。伝説によると、シルベリーは、ーシルの最後の暗息の地であり、馬に乗る金色の王が埋葬されたと言われる。地元の伝説では、悪魔がエーブベリーを埋めてしまうために、ソールズベリーから一杯の土を取って運んだが、途中でエーブベリーの司祭らによって止められ、ついに土を投げ下ろした場所が、シルベリーヒルであるという。 円球の明確な意図は未だ知られておらず、様々な説が提起されている。ジョン・シーバレットは、シルベリー・ヒルの頂上に何があったかわっておらず、それに関連する具体的な儀式や信仰を提示することはできないが、基本的空間の概念として捉えることは可能であるとする。バレットは、シルベリー・ヒルにおける儀式は、他者の水準を軽かにしのぐ。 数人の特定人物を物理的に高い位置に置くことに関係するものであろうとしている。特権的な地位にあるそれら少数のものは周囲何キロメートルにもわたってその地域にある他の様々な遺跡を見ていたと思われる。これはエディート集団、おそらくは聖職者であり、その権威の大いなる故事を表すものと考えている。ユアン・マッキーは 通常想像される単純な後期新石器時代の部族の構成では、このような事業は維持できなかったとして、南ブリテンにわたって幅広く支配する独裁的な神権を持つ権力エリートを想定している。ウェストケネット・ロング・バローのある近隣の丘から見たシルベリー・ヒル・マイケル・デームズは、シルベリー・ヒルとその関連する遺跡の目的の説明において、 季節的祭礼の複合説を唱えている。ポールデーブルーは、シルベリーヒル及びその周辺の遺跡が、頂上から下の景観に焦点を当てると、相互に関連する視線の体系により設計されていると思われることに注目している。周囲の様々な古墳及び、エーブベリーから、遺跡は、シルベリー後方の地平線上の丘、もしくはシルベリー前方の丘と一列に並び、 最高部だけを残してみられるという。ジムリアリーやデイビッド・フィールドは、考古学的情報の進展及び遺跡の解釈の概要を示しながらも、この人口の塚の実際の目的は不明であり、複数の重複する構築段階において、ほぼ継続的に改築がなされていることから、最終的な完成図はなく、おそらくは構築の過程全てが最も重要であったで、あろうとしている。 他の植生は多種に富んだチョーク草地であり、イネカのブロマスエレクトスやレニセラムアレシャスが、主ではあるが、希少なヤグルマギク類やハマウツボ類の群落など、この生育環境の特徴を示す多くの種がある。この植生から、地域面積2.1509ヘクタールが、学術研究所を重要地域として1986年10月31日に通知された。ありがとうございます。